コレーズ県は、フランスのヌーベルイコールアキ規定の地域県の県である。その名称は、コレーズ川に由来する。フランス革命中の1790年3月4日、かつてのリムーザン州の一部から生まれた県である。コレーズは、中央高地の西側に位置し、3つの地方からなっている。ラモンターニュ地方は、ブリーブ・盆ンチと高原からなる。ラモンタュはベス山で、 標高987メートルに達する。ヘルシニア、作り山運動で結晶が形成され、非常に侵食が進んだ。高原はドルドーニュ川に向かって進み、途中、深い谷で刻まれてジメルる滝のような地形を生む。県南西部はブリーブの堆積盆地で、気候がより好ましくなる。コロンジュライコールルージュのような砂岩の丘も含まれている。アキテーヌと 中央山地の間を行き来する県であるため、コレーズでは、ブリーブ盆地から、ミルバシ高原にかけ、次第に標高が高くなる。まさにミルバシ高原は、大西洋岸の給水塔である。この地形からコレーズの気候の多様性が育まれる。16世紀までは、公用語は、オック語の方言であるリムーザン語であった。それは、初期のトルバドゥールたちの言語であった。 20世紀初頭まで、リムーザン語は話し言葉として主流であったが、学校内での奥御使用禁止など、フランス語が学校教育で唯一の国語となってから時代が過ぎた。言語は、このようにして、次第に1930年代にはさらに遠い、農村部に追いやられ、特に50歳以上のコレーズ生まれの人々に、現在でも時折話されている。多くの生や、 リムーザン語の多数においては、オック語の意味もある。参照元、スプルフ陰性2006年度人口2011年度人口。ありがとうございます。